ベトナム国籍の妻を執拗に暴行した容疑を持たれている韓国人の夫が逮捕された。光州地裁木浦市委員は8日午後2時50分ごろ、特殊障害及び児童虐待容疑で A 氏に対する逮捕状を発布した。裁判所は、逃走の恐れがあるとの理由で令状を発布したことが分かった。A 氏は去る4日午後、 つまびしを拳や足、鈍器などで何度も暴行、また2歳の息子を虐待した容疑を持たれている。